ご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。本日はこれから京都と大阪に行っていきたいと思います。ね、実はですね、前回の動画ご覧いただいた方、ご存知だと思うんですけれども、12月の31日、そして1月の1日、このですね、今年なんとキャンピングカーでカウントダウンをしようというイベントがありまして、そちらにですね、僕も行くことにしました。で、その会場が大阪にある万博公園ということで、今はちょうどお昼を回ったところですね。12時過ぎということなので、まあ、関西に着くのはもう夜になるかなということなので、まあ、ちょっと長時間ドライブするので、道の駅で、ちょっと休憩させていただいてというような工程にしていきたいと思います。では行ってきます。レッツゴー。ということで、ただいまですね、道の駅日吉に来ております。お風呂入ってきました。今はもう夜の10時でございます。ちょっと寒くて FF ヒーターつけてるので、その音がうるさかったらごめんなさい。で、こちらのですね、スプリングス日吉の温泉なんですけれども、800円で、プールも、温水プールとかも入れる。で、もちろん温泉も入れる。ということで、そっちもね、かなり人も多かったです。地元の方が結構利用されるようでございまして、その館内で、スタッフさんとお話しされていたりとか、お父さんたちがね、今日は仕事どうだったとかっていう話を結構されていたので、地元の方にも人気の施設なんだと思います。お風呂に関して言いますと、営業時間が朝の10時から21時半、最終受付が21時という風になっております。で、室内は、まあ、シャワーがあって、あとは、電気風呂っていうのがありました。そのメインの、室内のメインのお風呂が電気風呂っていうことなんですけど、まあ、そこそこ大きくて、結構ね、人が入れるようになってます。で、露天風呂の方には、壺のお湯っていうんですかね、なんか五右衛門風呂みたいな、壺のお風呂が2つと、露天風呂、大きめの露天風呂が1つありました。で、壺の方が温度が高くて、全然なんかごめんなさい、温度とか調べてないんですけど、源泉 100% のろ過せずの温泉が、に入れるということでございます。で、露天風呂の方が、ちょっと温度は低かったかなという感じはするんですけど、こちらね、なんと、3億年ぐらい前の地層から湧き出てる温泉を使ってるんですって。で、こちらも源泉 100% の露天のお風呂。で、あとはね、サウナもありまして、サウナも結構広いんですけど、サウナの温度はだいたい80後半台、90度までは行ってなかったですね。ということなので、結構長めにしっかりと、入れるような温度だったと思います。で、水風呂の温度は出てなかったんですけど、まあ、ギンギンに冷たいっていうほどでもなかったかな、というような形で、まあ、誰でも、安心して入れるようなお風呂だったと思います。YouTube をご覧の皆さん、おはようございます。キャンピングカー TV のタックルでございます。時刻は朝9時を回りまして、僕は今、京都府の南丹市にあります、スプリングス日吉という道の駅に、お邪魔しております。こちらのですね、道の駅、すごい大きい道の駅でございまして、見どころとしましては、ダムなんですね。日吉ダムというダムがあるんですけど、そこに、できた湖のことを天若湖、天に若い湖と書いて天若湖って読むのかな?なんですけど、上空から見るとね、竜の形になってるということなんですって。で、そのね、湖行こうと思ってたんですけど、なんか隣の道路が土砂崩れのため通行禁止っていう風な札があって、ちょっとどうやって行っていいかがわからないし、ちょっとね、今日どうしても他の仕事、別件があるので、ちょっとどうしても行けないんですけど、ぜひ皆さんもネットで見てみてください。で、今こちらがお手洗いになります。で、このままこっちの方に行きますと、温泉施設になります。で、温泉に行く途中もですね、夜はライトアップされてたり、すごく綺麗で、橋の方が。なので、ね、ちょっとそちらも行ってみたいと思います。
続いて、この道まっすぐ、ね、来ますと、ここはね、バーベキューガーデンということで、バーベキューができるスペースになってます。椅子とかテーブルとかがね、用意されていて、予約すればお肉とかも用意してくれるということで、本当に手ぶらでバーベキューをしてくれるようなエリアになってます。1,2,3,4,5,6,7,8,9 椅子とかがとテーブルが9セットぐらいあるかな。でも結構広いので、ここでね、バーベキュー、川沿いになってます。下が川沿いですので、かなりね、気持ちよくできるんじゃないかなと思います。そしてこのバーベキューエリアの向こう側、もうすぐ向かいにはですね、足湯がありまして、こちらがですね、足湯になります。今朝の9時なんですけど、10時からということで、もう少ししたら開くんだと思うんですけどね、ここで無料の足湯に入れると気持ちいいでしょうね。かなりお風呂もかなりすごい気持ちよかったので、こういう足湯があるのもいいですよね。僕実は他の道の駅でも足湯入ったことあるんですけど、地元のお父さんたちが朝からここに入って一仕事終えた時にここが憩いの場になってるっていうね、ところもあったりもしたので、ここの道の駅もね、きっとそうなんだと思います。コミュニケーションの場としてはすごくね、いいところだなと思います。もう一つこの道の駅の特徴、見どころとしましては、後ろに見えますダムになります。京都の南丹市、日吉ダムというダムがありまして、そこから出てくるこの水の流れ、川ですね、も降りて見ることができるようになってます。すごく静かな場所 で道路もですね、あるんですけど、車通りがすごく少ないところですので、鳥の音、川の音、すごくね、気持ちよく聞くことができます。本日はですね、朝から太陽が出たり、今ちょっとお天気雨なんですけど、本日12月初旬なんですが、南丹市の気温が3度というふうに携帯の温度では出てるんですけど、実際ね、そこまで寒くないかな。天気予報としては曇りなんですけど、今ね、太陽も出たりとかもしてまして、全然ね、体感気温としてはむしろ暖かいぐらい、今これ着てますけど、これより薄手のものでも全然いいかなっていうような気温になってます。で、今こちらが橋の上で、この橋の上から見えるダムのですね、麓にかなり大きな広場が見えます。で、今からもちろん向かうんですが、そちらがね、おそらくキャンプ場になってるだと思います。キャンプフィールドっていう縦旗みたいな看板みたいのもありますので、ちょっとそちらもね、ご紹介していきたいと思います。こちらがキャンプ場のフィールドマップになります。今いるのがここか。で、受付はこっちですね、反対側。まあ、受付っていうふうに書いてあるんですけど、お風呂の温泉とかプールのところと同じところで受付をします。そしてキャンプフィールドが結構広くありまして、ちょっと全部はお伝えしませんけれども、まあ今僕がいるところがここで、 EFGH というような形でですね、まあ4つ大きなサイトがあるようでございます。で、一番大きいのがキャンプサイトの H ということで、こちらダムの麓になりますね。川の音がすごく綺麗に聞こえます。本日は平日の朝9時でございますが、誰もいないんですね。貸し切り状態。こちらがオートサイトになるんですかね。区画サイト。奥側にこのようにですね、ネットが張られておりまして、この中で、区切られていると。で、もう一つ反対側はおそらくフリーサイトになるんだと思います。このように、本当に川の音が綺麗に聞こえるわけなんですが、このね、奥側ずっとキャンプサイトでございます。ちょっと傾斜はあるので、タープの張り方とかそういったところはですね、気をつけなきゃいけないのかなっていう感じもするんですけど、でも場所を選べばというか、そんなの全然気にしないよっていう方もいっぱいいるでしょうし、平らな部分もね、いっぱいあります。反対側はもう川の音聞こえてると思いますが、すぐ目の前が川。
でございます。ということで本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。